日本人が最も愛している花は桜ではないでしょうか。昼間だけでも十分桜を満喫できるのに、昨今照明まで設けて桜を楽しむほどです。はい、ご協力お願いいたします。どうして日本人は桜が好きなのでしょうね。清楚に咲いて潔く散る、それは日本人の理想とする人生観から来ているのではないでしょうか。調布市の野川では毎年天気を見ながらライトアップが行われます。この日は市外からも大勢の花見客が訪れ、川の両側のサイクリング道路は身動きが取れないほど混み合いました。